こんにちは、境港観光協会の岩木と足立です。水木しげるロードは30周年を迎えました。これを記念した企画、目玉おやじと行く夜の妖怪ぶらり旅をご紹介します。用意するものはスマートフォンとイヤホン。イヤホンはワイヤレス、有線、どちらでも OK です。まずはアプリをダウンロード。ツアーは無料体験版と有料版があります。夜までまだ時間がありますので、まずは無料体験版を試してみましょう。周りには注意しながら楽しんでくださいね。それではレッツゴー。無料体験版では2つのスポットを体験できます。アプリのマップに従ってスポットを巡りましょう。あ、何か聞こえてきました。目玉おやじ、本物だ。本物だ。アプリの AR カメラ機能を使うと、妖怪キャラクターと一緒に記念写真が撮れます。はい、本当だ、目玉おやじ。さて、次のスポットはどこかな。あ、目玉おやじの案内がまた始まりました。どうやらカッパの泉のようですね。行ってみましょう。スマホ振ってみよう。だって振ってみよう。せーの、ほわっ。リアル、本物釣ってるみたい。本物釣れたみたいですね。無料体験版と有料版の違いをご紹介します。スポットは全10カ所、さらにおまけのスポットもあります。このツアーでは水木しげるロードで利用できるお得なクーポンがついてきます。ツアーチケットは500円。購入方法は2種類あります。1つ目はアプリ内で購入する方法。アプリ上でツアーを選択、チケットを取得するボタンをタップ、500円コインを購入しツアーチケットを取得します。2つ目はアプリ外で購入する方法。境港市観光案内所でチケットコードを購入します。チケットコードに記載されているガイドに従ってツアーチケットを取得します。